こんにちは。最近メーカー異変が終わって、第一章リメイクが再開したそうだね。そうね、第一章だから私や桜花、メリアちゃんやカナメンは出てこないんだよね。甘いね、せっかちゃん、リメイクではカナメンは登場するんだよ。ああ、悪者の方で出てくるわね。もう雰囲気変わりすぎて悪者だったこと忘れてたわ。人はいつか丸くなるんだよ。ということは私と桜花、メリアちゃんは当分出番なしか。でもどうせCパートでちゃっかり出てると思うよ。実際出てるしね。でも以前やっていた第一章リメイクってちょうど1年前でしょ。元祖第一章は約2年前だし。みんな覚えてるのかな？第一章は他に比べて話数も少ないから全然見やすいよ。ということでぜひ再生リストにまとめているので、確認していってくださいね。確かに第2章は全24話、第3章は全38話だから見るのも大変よね。あ、知ってる。今回の第4章なんだけど、原稿書いてたら、余裕で40話超えたらしいよ。38話でも大変だったのに40話を余裕で超えるの。最初は24話くらいかなーなんて考えてて、いざ蓋を開けたら、40話以上、大変だねー。陰ながら応援するわ。では早速、今回のお題を聞いていこう、せっかちゃん。ここでは普段からパトパトチャンネルを応援してくださっている視聴者との交流の場ということで、このパトラジのコーナーを務める私せっかと、私、桜花が以前募集したお題の回答を聞いていきたいと思います。今回はパトパトチャンネルのコミュニティで募集した、新しく始めた、もしくは始めたいことのコメントを見ていきたいと思います。このお題を出したのは4月だから、新学期が始まってみんなは新しい環境で何を始めたいか、もしくは何を始めたか聞いていきたいと思います。チャレンジは人生成功のもと、さあ、みんながどんな挑戦をしたか見てみよう。アカウント名ポテイトゆっくりさん、サキさん、かがみチャンネルさんってゆっくり配信者を始めました。お、すごい挑戦だね。ゆっくり配信者の先輩として言わしてもらうとだねー。桜花が上から目線なのが腹立つわね。まあまあ、それでアドバイスとしては初めて3ヶ月はなかなか成果が出ないので、苦労に耐える気持ちで頑張ってください。そうね、このパトパトチャンネルも3ヶ月は登録者10人くらいしかいなかったし、動画投稿して、今では1日1万再生いくようになったけど、初めて3ヶ月の頃は10再生未満が当たり前だったんだよね。つまり、成果が出ないのは仕方ない、出たらラッキーだと思って頑張るんだよ。あと、これは成長したい実況者にも言えるんだけど、成長したいなら、絶対に手抜き動画を出さないこと。動画っていうのは、投稿者と視聴者のつながりだから、そこを大事にすればきっと視聴者さんも喜んでくれるはずだよ。そうだね、でもここで手抜き動画を1本でも出したら視聴者さんとの信頼が落ちてしまう。だからこそ、手抜き動画は最初だからと言って出してはいけないんだよ。やるならいつも全力で、って気持ちを忘れないでね。応援してますね。よし、それじゃあ次のお題に行こう。アカウント名、なしなさんで、新学期の国語の漢字。うわぁ、漢字って覚えるの大変だよねー。そうね、読むのは比較的早く覚えるんだけど、書けってなったら辛いわね。そうだよ、テストで読みの問題があったら書けるんだけどねー。嘘つかないでよ、桜花はアレンジした読み方ばっかしてほぼ0点だったじゃない。唯一取れてたのは記号問題かしら。う、それを言われると辛いな。漢字はもう書いて覚えるしかないから、日頃から書いて覚えようね。あ、そうそう、私毎日宿題でドリルで習った漢字を漢字練習ノート1ページ分書けって宿題があったんだよね。あ、小、中学校であったわね。あれで私、よく画数の少ない簡単な漢字ばっかり書いてたんだよね。だから難しい漢字覚えないのよ。なるほど、学校終わってやっと理解したよ。みんなも桜花みたいにならないようにね。すごい。それじゃあ次の質問で最後にするわよ。けなすだけけなして最後は無視。ほら桜花、ちゃんと読んでー。やっぱりけなしてる。アカウント名タクト村岡さんって、最近コメントをした。なんでこのコメントを採用したかというと、すごく共感できたからです。以前、パトパトチャンネルがまだ始まってなかった頃は実況者さんに向けてコメントするのが恥ずかしかったんだよね。今は実況者側になってパトパトチャンネル内だとコメントできるけど、未だに他の実況者さんのところへなかなかコメントできないんだよね。でも、実際実況者側になって思ったのは、コメントしてくれるとすごく嬉しい、ってことです。1個目争いを見てると楽しいし、面白かったってコメント見てると嬉しいし、あとは考察コメントを楽しみに待ってるし、次を楽しみにしてますって来るとやる気出るしね。つまりコメントはその実況者さんのモチベーションに影響すると言っても過言ではないってことね。まあ、逆にアンチコメが大量にあると、その実況者さんのモチベーションが下がってやめてしまう可能性もあるから、実況者さんが好きなのにアンチコメしてる人は、やめてあげようね。争いがないのが一番だからね。ということで今回の質問コーナーを終わりたいと思います。もうすでに次回の質問もパトパトチャンネルのコミュニティで募集してますので、ぜひ確認していってくださいね。
はい、ということで次はちょっとしたことからのお知らせとなります。大丈夫よ、悪い知らせではないから。はい、最近ゆっくり実況者やいろんな実況者の収益を停止されているそうです。結構有名な話題ね。ですが、実はここ最近の収益化剥奪は去年の11月頃くらいからあったんだよね。そうね、ゆっくりの有名実況者さんが一時収益化剥奪された事件はまだ記憶にあるわ。でも実はパトパトチャンネルが収益化が通ったのってその剥奪祭りの間の12月頃なんだよね。そうなんだよね、収益化が奪われていく中、申請が通ったんだよね。今のところ、パトパトチャンネルは収益化は停止されていませんが今後どうなるかはわかりません。でも実際は1年以上収益化なしで活動していたため、収益化が無効になってもそこまでダメージはありません。収益化が無効になっちゃったか、残念。くらいです。つまり、パトパトチャンネルは収益化が無効にされてもいつも通り投稿していくので、心配いりませんよ、という、お話です。でも実際、なんでパトパトチャンネルは残ってるんだろうね。多分私の考えだけど、ゆっくり実況や字幕を流してる動画って、ある程度行動が決まってるんだよね。例えば、一般のゆっくりだと大体キャラ固定で喋ってるのが多いじゃない？そうだね、ゆっくりのゲーム実況だとゆっくりが喋って字幕だけっていうのもあるね。でもそれって止まってるよね。キャラは全然動いてないよね。そうだね、喋ったり表情が変わってるだけなのが多いね。私はそこが問題なんじゃないかなって思うんだよね。どういうこと？一般のゆっくりは動かずに喋るのが主流だから、YouTube の AI は全部一緒と勘違いしているんじゃないかなって思うんだよね。動く字幕は？それも同じだよ。一定の動きが同じやつは同じって勘違いしているんじゃないかな。なるほど。パトパトチャンネルはみんなよく動くから、それで収益化無効を逃れているんじゃないかなって思うんだよね。確かに動くね。だから適度に今みたいな動画を出すのはいいんだけど、動かない動画を主役にしちゃうと、パトパトチャンネルも危ないってことだね。つまり、動かないゆっくりは危なくて、動いてるゆっくりはまだ大丈夫の可能性があるってことだね。そう、だからもしまだ剥奪されてないなら、今からでもキャラを動かすのをおすすめします。みんな、ゆっくり会を守っていこう。ということで今回はここまでにしたいと思います。でも今回の可能性は大いにあり得ると思うから、私たちも今後もしっかり動かないとだね。そうね、私たちは大丈夫でも、できるだけ視聴者さんを悲しい思いにさせたくないからね。そうだね、よーし、頑張るぞ。ということで今回のパトラジ、終わりたいと思います。次回も楽しみにしていてくださいね。それではご視聴、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。